本日のゲストは2回目登場のこの方です。嬉しくなります。青木隆一郎です。はい、青木隆一郎さんです。嬉しくなります。青木隆一郎です。前回が非常に好調だったみたいですよ。嬉しくなります。昨年出したアルバムドイトラも非常に良かったです。嬉しくなります。どうですか、アルバムも好評ですが、お気持ち的には。嬉しくなります。周りの方の反響はどうですか。嬉しくなります。青木隆一郎です。そうですか。最近のハマってるマイブームみたいなものはあるんですか。嬉しくなります。最近はあんまりこのご時世だから外にも出られないと思いますけど、どうですか。嬉しくなります。ああ、そうですか。大丈夫ですか。青木隆一郎です。嬉しくなります。いや、それにしても最近暑いですよね。嬉しくなります。嬉しくなります。青木、嬉しくなります。これからもっと暑くなると思いますか。います、います。嬉しくなります。暑いのがお好きなんですか。青木隆一郎です。嬉しくなります。10月からは寒くなりますが、青木隆一郎です。それでは、お便りの人生相談が届いております。ペンネーム、山崎恵子さんより、男子の皆さんに質問なんですけど、私の性格は、やはり恋人よりも、話しやすい女友達なのでしょうか。私は自分で言うのもあれですけど、人脈はあると思います。キャプテンをしたり、実行委員長に選ばれたりしてます。私もそういうことをするのが好きなので、いやいやとかではないです。男子も女子にも同じ態度ですよね。青木隆一郎です。みんなとあまり喋らない人ともよく話します。素直な性格なので、悪口程度は人間言うと思うので、そこまで何も思わないのですが、いじめとかしていたらやめた方がいいよなどと言います。これ。でもみんなが好きそうな可愛くてふわふわした感じではないし、はっきり言うと少しサバサバというか淡々としてます。クールというよりかは明るい美体、明るいけどみたいな感じです。青木隆一郎です。好きな人ができることがあまりないのでわかりませんが、やっぱり恋愛対象ではないのでしょうか。一人だけ付き合ったことがありますという山崎恵子さんからのご相談なんですけども、いかがですか、これに対して。青木隆一郎です。嬉しくなります。青木隆一郎です。はい、というわけで本日のゲストは青木隆一郎さんでした。嬉しくなります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 。